ウンム・クルスームといい、ダカフリーや地方の町スイムビッラーワインの近くにある、当時280世代ほどの集落である。父親の名前は、シャイフ・イブラーヒーム・サイド・バルタージーといい、村のモスクで、礼拝のドシーマアームを務める経験な男だった。ウンム・クルスームの出生名は、ファーティマといい、10歳年上の姉と1歳違いの兄の、いる3人兄弟の末っ子である。 母のファーティマ・ママリージーは、ウンム・クルスウムが語ったところによると、実直な女性であり、真実と人間性と神を信じることの重要性を子供たちに教えたという。母の教えは、当時の善良なエジプト人女性の理想を言い表したものである。ウンム・クルスウムの出生日は、はっきりしないが、1904年の5月4日頃に生まれたようである。父ブラーヒームは村にマウリドや、 結婚式などの祝い事があれば呼ばれて、伝統的な宗教家を歌い、収入を得ていた。父親は、ウンムクルスウムに、非凡な記憶力と、芸術的才能があることに早くから気づいていた。クルアーンの読書を教えたら、あっという間に覚えてしまう。いずれ家業を継がせるため、一歳年上の兄に、宗教家を教えていたら、傍らで聞いていただけの妹のウンムクルスウムが先に、 覚えてしまう。また彼女は真の強い声を持っていた。1910年頃、ウンムクルスウムが6歳程度の頃から、彼女は村の祝い事の席で歌を歌った。これが彼女の歌手としての長いキャリアの始まりである。娘が年頃になると、父親は娘に男の子の服を着せて舞台に出した。 当時のエジプト社会において職業として歌うことは癒しいもののすることと考えられており、特に女性が歌うことへの偏見が強かった。父親が彼女に断層を,をさせたのは娘を中傷から守るためであった。幼い頃からその美声が周囲から注目されていたウンムクルスウムはナイルデルタの村々を回って歌を歌っていくうちにさらに名が知られるようになり、1923年、 ゴロに家族と共にカイロへ移り住んだ。当時のカイロは中東における娯楽産業と大衆文化の一大中心へと成長しつつある都市であった。19世紀後半から20世紀前半のアラブ世界はオスマン帝国の隊長と共にヨーロッパ列強の支配力が強まり文化も西洋化する一方でアラブ文芸を復興させようとする機運が高まった。 このような状況下で、特に1920年代後半から数十年間が、新しく登場した、蓄音機、ラジオ、映画といったメディアを通して、カイロを中心としたエジプト音楽の黄金時代となる。ウンム・クルスウムは、彼女と双壁をなす、当時の大スター、ムハンマド・アブドゥル・ワフハーブと共に、このエジプト音楽の黄金時代を現出させて、いくことになった。 アラブ音楽の近代化を切り開いた音楽家としては、サイード・ダルー・イーシュがいるが、ウンム・クルスウムとムハンマド・アブドゥル・ワフハーブの少し前の世代の音楽家としては、ムハンマド・カサブジーや、ザカリー・アー・アフマドがいる。カイロにおいては、クルスウムは、ボヘミアン的ライフスタイルの誘惑を注意深く避け、実際、生涯にわたり、彼女は、貧しい事故の出自に対する誇りと、 保守的価値の用語に強調を置いた。クルスームは、また、厳しく、自己を理して、庶民的イメージを堅持し、このことが、疑いもなく、彼女の魅力を何層倍にも高めた。この時、クルスームは、著名な詩人のアフマドラーミー・アーメドラミに紹介され、後に、ラミは、彼女のために百三十七編の歌を書くことになる。ラミはまた、パリ・ソルボンヌ大学での自身の研究から、 非常に高く評価し賞賛していたフランス文学を彼女に紹介した。さらにクルスウムは著名なリュートの演奏家にして作曲家であったムハンマド・エル・イコール・カサブジー、モハメット・エル・コスビジにも紹介された。エル・カサブジーはクルスウムをアラブテアトル・パレースに紹介し、クルスウムは後にここで最初の公的な成功を現実に経験することになる。 1932年には、クルスウムは、中東世界において、ダマスカス、バグダード、ベイルート、トリポリなどの都市をめぐる、大きなツアーを開催できるぐらいに有名となった。1948年までには、クルスウムの名声は、後に、エジプト大統領となる、ガマール・アブデル・ナセルの注意を引くところまで、大きくなっていた。ナセルは、クルスウムに対する称賛を隠さなかった。 加えて愛国主義者にして民族主義者であるウム・クルスウムはナセルの思想であったアラブ民族主義を強く支持した。二人の関連性は後にアラブ世界全体に広がった彼女の驚くべき人気に寄与した。カイロから発信されるアラブの声ラジオ局でウム・クルスウムの歌声はアラブ世界の隅々まで届けられた。しかし、 ウム・クルスウムの人気がナセルの政治的計画を支援していたというのが実際の事態ではなかったのかという主張も存在する。例えばナセルのスピーチ及びその他の政府見解などはしばしばウム・クルスウムの月齢ラジオコンサートの直後に放送された。ウム・クルスウムの月齢コンサートは毎月の最初の木曜日に開催されたがまた世界中で 最も人口の多い諸都市のいくつかで、通りを柄空キにすることで有名でもあった、放送時間になると、ラジオのスイッチを入れるため、人々が急いで家に突進して帰ったためである。歌手としてのキャリアが重なっていくのと、並行して、ひととき、ウムクルスウムは、映画俳優としてのキャリアも追求した。ウェダット、希望の歌、デナニア、アイーダアイーダサリマ、そして1947年に、 ファティマ・ファティマに出演した。しかし、クルスウムは俳優の道を諦めた。歌においては存在した、聴衆との間の人格的かつ情緒的接点が存在しなかったためである。1953年に、クルスウムは、彼女が尊敬し称賛していた男である、八0エル・ハフナウィ八0エル・ハーフニョイと結婚した。八0は、長年にわたり、 医療に従事してきた人物で必要が生じたなら、クルスウムが離婚の手続きを取って良いという文章に同意していた。二人の間に子供はできず、あるものは議論の余地があるが、この事態を注釈して、結婚はクルスウムの同性への関心を粉飾するための偽装結婚である可能性を示唆した。しかし、クルスウムについて同性への関心があったという証拠は見出されていない。 クルスウムは国際的なコンサートを幾度も開き、1967年にはフランスを訪れオランピア劇場でコンサートを開催した。大統領シャルルド・ゴールは彼女に祝辞の電報を送った。しかし、人々が貴婦人エルセットとあだ名をつけたクルスウムは、この年1967年、重い陣営の危機に見舞われることになる。クルスムは1972年に ナイルの宮殿で最後のコンサートを開いた。その時点での検査は彼女の病が手術不能なものであることを示していた。クルスウムはアメリカに移り、その地で彼女は幾度か先進医療技術の恩恵を受けたが、しかし1975年に古国エジプトに再入国した際、健康の悪化により入院過量が不可欠となった。ウムクルスウムはカイロの病院で、 1975年2月3日、成去した。クルスウムの葬儀には、400万人を超える創創者が、出席した。歴史上、最大の人が集まった出来事の一つであった。葬儀は、棺が群衆の手の中に落ち、生前、クルスウムが好んだとみなされていたモスクへと棺が、運び込まれようとした時、大混乱の修羅場へと流れ込んだ。その後、 棺は群衆の手から離れ、埋葬された。クルスウムの歌は、ほとんどが愛や憧れ、喪失といった普遍的なテーマを扱っていた。歌は、短いなどと言えたものでなく、規模からすれば序子詩であって、文ではなく、時間で測らねばならない、長さだった。ウム・クルスウムの典型的なコンサートは、通常、6時間かまたはそれ以上の長さで続く。 単一の歌の演奏と歌唱からなっていた。歌は何らかの形で、それら自身、西洋のオペラを想起させるもので、長く続くボーカルのパサージュの間に撒き散らされた短いオーケストラの感想からなっていた。実演においては、ウム・クルスうむの歌が持続する時間は固定されておらず、歌手とその聴衆の間の感情的相互作用のレベルに応じて変動した。 クルスウムの典型的な技巧は歌詞の中の単一のフレーズや文章を幾度も幾度も繰り返し繰り返しごとで感情的強調とその強度を絶妙に切り替え変化させていくというものだったこうして公式に録音された歌の長さ例えばエンタを無理はおよそ40分であるのに対しライブの歌唱ではこの歌は歌手とその聴衆が 互いの情緒的エネルギーを注ぎ込み続ける、結果、延々何時間にもわたって伸びていくことがあった。この強く、高度に人格化された創造的関係性が、芸術家としてのウム・クルスウムの著しい特色を、なしている。ウム・クルスウムは、アラブ世界の内と、外、両方の世界の多数の音楽家に、極めて大きな影響を与えた。とりわけ、ジャー・オブル・ジャー・ワブルは、 クルスウムが彼の作品において、著しい影響を与えたことを声明した。彼女の最もよく知られた歌の一つである、エンタオムリエンタオムリは、数知れぬ新たな芸術解釈の源泉であり、イスラエルとエジプトの芸術家を含む2005年のある共同プロジェクトもその一つの解釈である。ありがとうございます。